これ形変わってるかどうかだよな。そうっすね。ここが変わってないんじゃない？クリアしてなかったら。なんかそんな感じがするけどね。ないな、何にも。どう？リリリリがここにあって。あ、変わってないんじゃない？これ。変わってない？全然違くないですか？お薬。なんか俺も違う気するけど、うん、全然違うと思います。ここ開けね、開けない。バリケ、バリケだよ。バリケ、バリケ壊そう。みんなで一生懸命。バケン、鍵だ。ほら全然違う。この違うね。うん、違う。わあすげえ。そんな、お左行きますか。はい。うわ、防火扉とかあったな。防火扉、夏。あ、鍵だ。あ、ナイス。あ、ガラスを破損、破壊。行こう。必要経費。コインを1枚ゲット。鍵先のとこ開きに行きましょう。開けよっか。開けて損することないだろうからね。そうですね。でも中もバリケード。あ、開けちゃった。え、近くない？近いね。ああ、むしゃだ。むしゃ。あ、でもこれロスク。ナイス。あ、その足元で来たぞ、お前らの方に。お前らの方に。クリスさんだ、絶対。俺じゃない。ロスク。何言ってんだよ。クリスさんがね、あの、ほんと、バカみたいにね、ロスク見つけて走ってたもん。こっち来ないでないと、つけたまんま。助けてくれよ。やめて。助けてくれよ。ロスクだ。タッ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 。ここだよ。ここだよ。ここだよ。やめてやめて。ここにいるよ。だって俺のライトあれしないのかな。いや、ライトではバレないと思う、多分これ。いや、走ったら後ろから。足音はね。ライトもでもバレやすくなるとは書いてある。あ、じゃあなるんだ。そう。うん、これどうするの？クイさん起こせない。あ、小気度は上がってる。救急箱。小気度は戻ってます。救急箱がないと助けれないんだよね。だからフーザーはそれでできるだけ近づいてきててもらっていいですか、俺らに。できるだけね。左行こうよ、まだ左行ってない。左行ってないですよ。ロズクだ。タッ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 ヒロチン、ほんと悪いな。嫌なやつらだな、あいつら。ほんとに嫌なやつだよな。お前もだよ。でも一番その時キレてたのニスなんですよ。走ったら来んだろ。いや、それはそうよ。だって、道連れ、だから、その足手まといに殺されたくないじゃん。足手まといって言ってんじゃん。なんて扱いなんだ。R ボタン押そうかな。ちょっと待ってくださいね。救急箱。救急箱見つけますんでね。ちゃちゃっと R 押すかな。救急箱見つけるから待っててね。あ、なんだこれ。なんかあるかな。電池？あ、電池はバッテリー。あ、バッテリーか。こんなない。ああ、もう心臓ゲージ。ああ、もう切れます。心臓ゲージ、お前の心臓ゲージ満タンだろ。シュー。あ、ロスかったよでも。ナイス。おはよう。ああ、あれだ、初期位置だ。ああ。それ走ったなじゃん。いやもう大丈夫、もう。あ、だめだ、一回小池さんが見つかったら小池さんが。ねえ、あのさ、無言で走るのやめようよ。エリスコシャっぽくないこれ。無言で走るのやめようよ。あ、でも、あっち行った。大丈夫、俺多分バレてない。小池さん戻ってますよ、そいつ。あ、戻ってきてる。うわ、戻ってんだ。じゃあ、ニッサこっち行きましょうよ。うん。あ、小池、岩下来てる。待って、走んないで。後ろ来てるわ。後ろ来てるわ。あ、トイレの花子さんいるじゃん。え、トイレの花子さんいた。え、俺普通にトイレ入っちゃった。この途中にロッカーある？あ、ほんとだ、トイレの花子さんだ。あ、ろうそくじゃん、っていうか。トイレの花子さん。ろうそくつけるよ。
いいよ。あ、俺トイレの花子さんのいるトイレに入っちゃった。女子トイレってこと？女子トイレ入っちゃった。女子トイレだね、それ。ねえ、トイレの花子さんじゃん。これトイレの花子さんじゃん。トイレの花子さんがトイレ出てたわ。あ、トイレの花子さんにトイレ外で見つかることあるんだ。トイレ前にキャンプされてる俺。鍵だ。花子さんっているの？あ、ろうそくここある。ろうそくちなみに1個灯してるよ。ひろちんなんか後ろいるけど。え、これ小池ちゃんか。あ、びっくりした。花子さんこれ小気道なくすだけかも。確かにね、なんか見るとガーって赤くなって。確かに。うん、これ誰名前ないやつ。え、名前ないやつ。こいつ名前やつ。いや、近くに寄らないと名前出ない。お、こいつだけ名前出てねえよ。俺は全員出てますって。だから俺。行きましょう行きましょう。テレか。そっち行き着きました？行き着いて、いや、ロースがあったんだけど、鍵がないと開かない。誰か薬持ってない。ロッカー入ればいいじゃん。エナドリ。ロッカーあんじゃない。あれ、あ、じゃあ、花子さん、切る花子さん。花子さんも。あ、ちなみにここにロウソクあるよ。ロウソク。つけました？そう、ここのロウソクつけようとしたら、この扉から鎧武者が出てきた。え、ここから？うん、ここから出てきたね。え、これ、鎧武者専用部屋じゃん。ね、びっくりした。控え室じゃん。あ、ロウソクの近くも小気道。あー、あったけ。花子さんは確かに小気道だけだったの。花ケイ、あ、花ケイ、あ、ゆっくりこっち来てるよ。廊下を走らない。あ、鍵ナイス。あ、したらさっきの方行きたいな。オッケーです、救急箱。あ、救急箱でかい。ナイスナイスナイス、救急箱でかい。戻ろう。戻ります戻ります。アイテムどうやって落とすんですか？9 9 9 9。あ、なんか一瞬、あー、いるいるいる、花子さんね。花子さんね、でもね、小気度めっちゃ下がるんだよ、ね。いや、もうゼロまで下がるよ。まずい。花子さん、ダミナ削ってくるタイプか。マジです。パーティーに、はい、入れたら刺さりそうっすね。ね。スタミナをすぐ削るって、ね。デバフ係ね。うん。どこだ？こっちだっけ？こっちやな、あんた。左に花子さん。小気度。あ、うわ、懐かしい。なんか、懐かしいが勝っちゃった、今。この感じね。この感じ。一応、この照明を。トイレットペーパー、いや、あれね、トイレットペーパーね、武器になったの、さっき。トイペ、あ、トイペタワーがあるけど。トイレも一応あれだ。うわー、すげえ、全部持ってんじゃん。あ、鍵。そこで、ね、トイレットペーパーね、武器だよ、これ。3個持っとこう。トイレ、ロッカー扱いになってるね。あ、音？うん。開けました、鍵。です。そしたら、右。はい、あ、ここちゃんと、あ、ろうそくありますね。うん、バリケードがあるかな。あー、バリケイ、待って、これあれだよ、気をつけてね。入り口のところにあるんで、あれ、あれ、ガラ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 ガポー、あったまろ、あったまろ、わー、いやー、いっけん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 、あったけー、これ何個目？これ3つ目。3つ目、あと2つじゃん。ゆっくりね。ここ鍵かなぁ。あ、鍵だけど、俺鍵1個手に入れましたよ。あっ、サプライズ。でかい。サプライズです。行ってほしいけど。できればやってほしいけど。右かな、行ってみる。右から行きますか。右から行きます。で、なんか今回、緩くない？今のところ、運がいいだけなんじゃないか。花子と武者しかいないもん。それを総じて、緩くないって言ったんじゃないの、小池。わざわざこれは緩いんじゃなくて、わざわざ難しく言い直して。だから、うん。あ、コンパス。なんだ、あ、鍵があるじゃん。鍵。コンパスあれっすよ。非常口の場所がわかるって書いてた。え、でかい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 。最終的に絶対必要になるかのかもしれない。だって、ろうそく灯しても出口わかんなかったら意味ねえもんな。あ、ろうそくがね、左にあるよ。え、え、これ青も、青が。誰、誰？ろうそくも見えてるってこと？ろうそくの位置もわかる。あ、待って、いますわ。何が？ああ、え、でもあれはいい方のじゃないの、これ。あいつ動かない方じゃない？あ、いや、カチャッ。そころうそくないか。あ、非常口の
場所を調べれる。長押しで調べとくわ。ちょっと誰か見といて。オッケー、見てる見てる。ロウソクな。ロウソク真ん中。ある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 。バリケソリ一緒に壊せば。富士山探索して。あ、じゃない、見といて。うん、一定時間、非常口の位置が分かるようになった。ロウソクつけますよ。はい。ピンが出てるわ、非常口。ほら。一定時間だそうです。あ、ピン出てんね。これね、アイテムめっちゃあるからね。富士山、ロウソク、ロウソクの位置も、俺、分かるよ。でかすぎ。もう、勝ったみたいなもんじゃん、これ。俺の消費量を直したいけど。あ、そう、それ、そうやって使うんだ、コンパスって。あとで富士山、お薬開けます。ロウソク出てくる。ロウソク一回出てくる。あ、コンパス。ここね、理科準備室がね、これコイン激アツだから。出ます？外。あ、理科うん。見といて、富士山。みんなの。シャレスで行ってるよ。気をつけて。え、どうしようそれ。ロウソクの近くって無敵じゃないよね。無敵じゃない。でもろうそく一回富士山行って体温まってくればこれでいけるのか。武者遠く行ってますね。ああ、ここ入るじゃん。これでじゃあ西さんの言う通りにまたろうそく行きますか。あのこんあ、な、誰誰？なんで割るの？いや、中にいろいろアイテムあったから。ナイス。ああ、そういうこと。あの、あれか。下のガラスか。鍵2あるわ。ちょっと誰か1個あげる。はい。お薬飲めたね。あげとく。電池も1個あげる。じゃあ、行きますか。はい。コンパスが指してる青い方に武者行きましたね。それこいつドア開けてきたから、ね、あいつ？ああ、まさかまさかガーガーって開けてきた。はい、デブ。相変わらず、あ、これでどんどん難しくなってる説ない？ あるある。しかもそっちじゃない、こっち。下手不用心、はい、下手不用心ふと。しゃがんでってお互い言い合いましょう。気づいてなかった。いや、気づいてなかったっすね。救急箱だ。しょうがない。でかい声で、あれすんだよ。ちょっとお互い注意し合いましょうよ、それは。シーン。キャラ付け、キャラ付けすんな。シーン。鳴らすキャラでキャラ付けすん。応援待ってよ、消火器は何なのよ、そういえばこれ。一応、ひるませられるみたいよ。俺トイレットペーパーいっぱい持ってるからな。ここにありそうです。それ最強アイテムじゃない、コンパス。それあるとだいぶぬるくなるね。ぬるいのかわかんないけど、これがさっき俺らがハードモードだったかもしれない。壊して壊して壊して壊しちゃう壊しちゃう壊しちゃう。いや、さっきもね、俺がねコンパス拾ってたんですけどね、黙ってたんですよ。なんでだよ。なんで？いや、そのいろいろあっていっぱいいっぱいで。え、なに？え、やばい。おまがどき。俺が向いてる方ね、俺が向いてる方。はい。あ、ふふふふ。おまがどきだから。あ、やばい。ドフラミンゴ。あれ、あかね。これ、これエナドリ入れますわ、俺。個人プレイやめて。ひろち、みんなで。みんな、なくなるんで。こっちだね。トイレットペーパーあるからね、俺。俺ね、俺も消火器ある。あれ、でも、ここ行き止まりだな。騙された。やべ、こっち方向なんだけどね。だからもっとぐるーっと回らなきゃいけないとか。うん、まず1階まで降りるとか。こっち方向とか。非常口は1階だよな。いや、何階にでもあるよ。花子さんいる。うわ、花子だこれ。うわ、近い。花経が、花経してるよ俺も。非常口って書いてるけどな、こっち。ほんとだ。あ、ほんとだ。やっぱ花子さんに正気でやられて走れなくなるんか、これ。そう、消気度はね、ゼロだ。あれ、こっちやね、行き止まりだわ、こっち。え、嘘、行き止まり？うわ、ほんとだ、何この部屋。
でもこっち方向では合ってる。一応あれロッカーあるけど。あ、そこだそこ。一回俺ロッカーで隠れてます。ああ、ロッカー回復。ここの部屋入って、でも全然時間余裕あるよ。ああ、3分42秒。ああ、来てる来てる来てる。誰来てるの？あの人体モケモケ、人体モケモケが来てる。ね、ああ、でも行き止まりだ。行き止まりだ。ああ、じゃあこっちかな。変な形。ああ、バリケバリケ。なるほど、バリケバリケバリケしよう。急げ急げ急げ。ナイス。左。あ、人体モケモケだ。うわ、山ほどいる。うわ。ヒロチンどうした？あ、でも、武者いる。おとりです。あれに、武者いる。正面。トイレットペーパーで武者いけるから。足音、足音出さない方がいいかも。武者は。武者勝てないから。いや、トイレットペーパーで勝てないから。トイレットペーパーあるけどな、俺。俺の噴射もいけますけどね。全員であいつ、全員であいつやらない。非常口。いやー、なんだよ、おい。あいつ。ほら。いや、さあ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 、ここまでよ。うよーっ、俺だ。映画みたいな終わり方だったな、ね、最後の最後に。あ、クリアタイム16分。一回待って、何、ま、クリアした喜びで忘れてるけど、うん、また裏切り者がいます。そうでしょ、ね、いや、え、いた、うまいこと言ってた気するけどな、ね、うん、そうだよね、最初のあの走った封じでしょ、うん、あれマジきつかったよな。違います。全然違う。全然違う。20秒前思い出してください。20秒前？非常口から脱出する。うん。ほんの5秒前のことです。出来事。はあはあ、いや、あれも、うん、よかったよ。武者が来て、あの消火器ブワーって小池さんがやってくれて、うん、でも、ふいさんでトイレットペーパーブワーって投げて、そうだね、うん、スタントってよかったけどな。一人、何も言わずに。非常口。本当だ。本当だ。今ね、辿ったらね、あれ？ちょっと行ってみたら、あれ。やっぱすぐ誰かのせいにしようとした。うん、いや、最初の封じ。きつかったから。悪趣味な監督だったら、あいつだけ生き残るっていう話にするから。ホラーの。まあ自分余計がいいからね、こういうの。まあじゃねえんだよ。まあじゃないよ。他の人とかどうでもいいしさ。いやいや、お前なんかさっき4人で力を合わせてとか言ってた。ちゃんと、ちゃんと最後に裏切る。いや、でもクリアした。すごい。